はね、お家でできる楽しい手を使った連想遊びをお教えしますよ。まずはリアクションじゃんけんって言って、じゃんけんで勝ったら負けたら、あいこだったらちょっとアクションをつけてみたいと思います。じゃあ早速やってみるよ。ピッ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 。じゃあエミ先生の手をよく見るんだよ。いくよ。じゃんけんポン。そのままだよ。勝った人はやったー、負けた人は泣いちゃうんだよ。あいこの人はほー、すごいね、練習なしで上手じゃん。じゃあやってみるよ、本番だよ。じゃんけんポン。やったー、おーすごいね。じゃんけんポン。やったー。じゃあちょっとストップで、そのままだよ。勝ってる勝ってる、カラバン君は負けちゃったー。あいこでしょ、やったね、上手。このリアクションで2人でじゃんけんをしながらいっぱいアクションして笑っちゃおう。やってみよう。ピッピッピーピッピッピーピッピッピー。さあ舞台でこっちに行くよ。じゃあやってみよう。せーの、じゃんけんぽん。はー、じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。今度はお寺の花子さんっていう遊びをやってみるよ。ちょっと見ててね。いいかい。まずはお家の人とお手手をちゃんとつないで、肘と肘が軽く曲がるぐらいがちょうどいいんだよ。ここで自分のお手手、お家の人、自分のお手手、お家の人、お寺の花子さんがっていう風に続いていくんだよ。なんとなくできそうだね。じゃあやってみる。じゃあせいせいせいから始めるよ。せーの、せいせいせーの、よいよいよい、それよいよいよい、よいよいよいもあるんだよ。せーの、せいせいせーの、やいやいやい、やいやいやい、お寺の花子さんがかぼちゃの種をまきました。芽が出て膨らんで、花が咲いて実になって、お寺の花子さん、じゃんけんぽん。やったー。じゃあ勝った人は、負けた人のお手手をちゃんとしっかり開いてもらったかな。じゃあ一本橋から行くぞ。一本橋、カチャカチャ叩いてつねって、階段登って、カチャカチャ。でもやってみてね。さあ乗り取り乗ってきたところで、今度は協調グーパーっていうお遊びを教えます。協調っていうのは調べを合わせる、呼吸を合わせるっていうことなんだけど、ちょっと見ててね。おはぎとお皿の役がまずあって、じゃあカラバン君、こっちのお手手でおはぎ作って、グーで。そう、そう、上手。で、エミ先生はお皿、こうやってやってみるよ。じゃあ、お友達もやってみて。はい。お、いいじゃん。そしたら、エミ先生がせーのって言うから、よいしょって言って、お皿がおはぎに変身して、おはぎはお皿に変身して、いいかい？
せーの、よいしょ、できた、お、できたじゃん、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ、おー、上手。じゃあこっちの手はそのままにしといて、今度はお互いにもうカラマンコはこっちをお皿にしちゃって、エミ先生はこれをおはぎにして、一人二役だからね。上手にできたかな、できた、お、見せて見せて見せて、お皿にちゃんと乗ってる、乗ってます、お、やったじゃん、わー、じゃあ同時にひっくり返してみるよ、お皿同士で割れちゃわないようにね、せーの、よいしょ、お、上手、上手、せーの、よいしょ、オッケー。じゃあおはぎの嫁入りっていう歌があるんですが、歌ってみるので一緒にひっくり返しながら作ってみようね。ててんてて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 て、おはぎがお嫁に行くときはあんかったきなこで化粧して丸いお盆に乗せられて、ついたところはラビットくん、いやー、おはぎを食べさせ合いましょう、あも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 、おいしい。じゃあつながってつながって、みんなたくさんの家族でやるバージョンをお教えしたいと思います。お姉ちゃん、はい、頑張ります。おばあちゃん、お母さん、頑張りますわよ。バブちゃん、カラマンくん、いっぱい食べたい、いっぱい食べたい。じゃあおはぎみんなで作っちゃおう。じゃあお皿とおはぎを準備するよ。一緒に楽しく歌ってね。ててってれ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 、はい、おはぎがおやめに行くときはあんかったきなこで化粧して丸いお盆になせられて、ついたところはやったー、たまま、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 おいしい、ごちそうさま、おいしかったね、みんな。お家でも簡単にみんなでコミュニケーションが取れるんだよ。ぜひぜひ当て手をつないでお歌を歌って楽しんでね。じゃあまたね。